はいどうも、ゆぶきです。本日は電子レンジだけでできるポテトサラダ作っていきたいと思います。ポイントは2つございますので、最後までよかったら見ていってください。では行きましょう。さあ、行くぞ。それでは本日の食材になります。じゃがいも2つ、人参1/3、玉ねぎ半分、卵1個になります。では作っていきます。はい、では作っていきます。まずじゃがいもと人参の皮を剥いていきます。人参も剥いていきます。はい、ではどちらも皮を剥くことができました。では火が通りやすいように小さく切っていきます。じゃあこのくらいに切れました。そうしたら耐熱のボウルやタッパーに入れていきます。人参も同様です。一緒の容器に入れていきます。はい、では耐熱の容器に移した後に、まずめんつゆ、市販のもので構いません、大さじ1入れていきます。でその後にお水も大さじ1入れます。でそれではこちらをラップして600ワット6分でチンしていきます。でそれでは待っている間に玉ねぎを切っていきます。はい、ではこちら切れました。また耐熱の容器に入れていきます。そしたら玉ねぎと卵を入れていきます。それではこちらも電子レンジで調理していきます。600ワット、1分半で、卵が爆発しないように穴を開けていきます。では加熱していきます。はい、では加熱が終わりました。こちら混ぜていきます。容器の方大変お熱くなってますので、気をつけて混ぜてください。じゃがいもを潰すようにして混ぜます。はい、ではこのくらい潰すことができましたら、先ほど温めた卵と玉ねぎも加えていきます。混ぜていきます。はい、それではこのくらい混ぜることができましたら、調味料を加えていきます。まずマヨネーズを大さじ1、2、4で、そこに胡椒で、塩小さじ1/4混ぜていきます。これで完成。はい、ではいかがだったでしょうか。本日は電子レンジでポテトサラダ作っていきました。ポイント1つ目、めんつゆを入れてじゃがいもと人参を加熱することによって、下味をつけるのとお出汁の香りを移します。ポイント2つ目、卵を入れることによってコクやコク深さが出ますので、本日は入れていきました。冷めても美味しいので、お弁当や何か夕飯で一品足りない時にぜひ簡単にできるので作ってみてください。では次の動画でお会いしましょう。 See you later. アリゲーター。